バーガバタプラーナの原稿の差し絵。上段にルクミンの孫ローチャナーとアニルッタの結婚を下段にルクミンの祝宴を描いている。16世紀。大英博物館所蔵。縛られたルクミンはバララーマによって解放される。1770年頃。チャンバ博物館所蔵。ルクミンはインド神話の人物である。ビダルは国の OBC マカの息子で、ルクマラダ。 ルクマバーフ、ルクマ傾斜、ルクママーリー、妹、ルクミニーと兄弟。娘ルクマバティの父、ローチャナーの祖父。女児子、マハーバーラタや、ハリバン社、バーガバタプラーラにおいて、ルクミンは、ボージャカタの王であり、ルクミニーの夫であるクリシュナの敵対者として、語られている。マハーバーラタによると、ルクミンは、ガンダマーダナさんに住むキンプル社族のオードルマに支持し、 四部門の弓のベーダのすべてを習得し、神々の三種の弓の一つである、インドラ神のビジャーや弓を得ていた。他の二つの神弓のうち、アグニ神のガンディーバ弓はアルジュナが、ビシュヌ人のシャールンガ弓はクリシュナが持っていた。バーガバタプラーナによると、ルクミニーは、クリシュナとの結婚を望んでいたが、クリシュナを嫌っていたルクミンは妹を強引にチェリ、国の王、シシュパーラと婚約させた。 しかしルクミニーとシシュパーラとの結婚式の日、クリシュナはルクミニーを略奪し、クシャトリアの軍を次々と撃退して逃走した。ルクミンは軍を率いてクリシュナを追いかけ、一気打ちを挑んだ。ルクミンがクリシュナを挑発しながら三本の矢を射ると、クリシュナはすぐに六本の矢でルクミニーの弓を破壊し、八本の矢で戦車を引く四頭の馬を二本の矢で魚車を射殺し、 さらに三本の矢で戦車の軍機を切り裂いた。それでもルクミンは反撃するために、弓、棍棒、投げ槍、矛、剣、槍、盾など、様々な武器を手にしたが、その度に、クリシュナの放った矢によって破壊された。最後にルクミンは、クリシュナの剣によって殺されそうになったが、ルクミニーがクリシュナにすがりついて、除名を求めたおかげで生きながらえた。 ルクミンは縛り上げられ、彼の軍勢は、クリシュナの軍の攻撃で壊滅した。その後、ルクミンは彼を哀れんだバララーマによって解放されたが、屈辱に打ちひしがれたルクミンはクリシュナに敗れた場所に、都市、傍者方を送検し、クリシュナを殺して妹を連れ戻すまで王うと、クンディナプラに帰らないと誓った。マハーバーラタやハリバン社でも同様の物語が語られている。 バララーマに殺される、ルクミン。サンディエゴ美術館所蔵。ルクミン及びバララーマは、クルクシェートラでの大戦争が始まる直前にパーンダバ、ゴ王子の陣営を訪れているが、戦争には加わらなかった。バララーマは、パーンダバもカウラバも、等しく愛するがゆえに、両者の戦いを見ることに耐えられず、パーンダバの陣営を訪れた後に去った。 ルクミンはまず最初にパンダバの陣営を訪れた。彼はアルジュナに対して、もし戦場で恐れるならば、私が助けようと言った。しかしアルジュナは、恐れることなどないから、助けは必要ないと言い、去るなり止まるなり、好きにしろと言った。そこで、ルクミンは次に、カウラバの陣営を訪れ、同じことを、ドゥルヨーダナに言うと、うぬぼれの強いドゥルヨーダナも、また、 ルクミンの助力を求めなかった。そのため、ルクミンはどちらの陣営にも加わらずに去った。クリシュナとルクミニーの息子プラディウムナは、ルクミンのと傍者方で暮らし、ルクミンの娘ルクマバティと結婚した。ルクマバティは、無子選びの儀式でプラディウムナを夫に選んだ。ルクミンのクリシュナへの憎しみは少しも和らいでいなかったが、 愛する妹を喜ばせるために二人の結婚を認めた。二人の間にはアニルタが生まれた。さらにルクミンは孫娘のローチャナーをアニルタの妻として与えた。ローチャナーとアニルタの結婚式は傍若田で行われた。結婚式にはクリシュナとルクミニー、バララーマをはじめとするブリシュニ族やその他の小王族が傍若田に集まった。 結婚式が終わると、カリンガ王たちは、バララーマがサイコロ賭博を熟知せずに熱中していることを指摘し、サイコロでバララーマに敗北を味わわせてやれと、ルクミンを焚きつけた。ルクミンはバララーマを賭博に招き、次々と勝利した。ルクミンが勝利するたびに、カリンガ王はバララーマを嘲笑した。しかもルクミンは、バララーマが勝利すると、イカ様を使って勝ちを奪った上に、 田舎者と呼んで侮辱した。しかしバララーマの怒りが頂点に達したとき、ルクミンは鉄の棒で殺害された。逃げようとしたカリンガオは捕らえられて、すべての葉を粉砕され、その他の章もことごとくバララーマに殺された。ありがとうございます。